はい、電脳幻想会ボリューム16、皆さん見ていただいてありがとうございます。イエーイ。今日はエンディングトークの入りは早かったんですけどね、皆さん、ちょっと途中でね、ブチッと言ってたみたいなんですけどもね、その後で必死に、再開しました再開しましたと連絡を入れて言ってたと思うんですが、皆さん最後まで見ていただけましたでしょうかね。はい、今日は、姫路のアイドル、中村梨沙さん来てくれてます。イエーイ。ありがとうございます。中村梨沙です。はい、はい、ね、もうおなじみではないね、2回目やもんね。2回目なんですけど、うん、ね、はい、もうプラチナ食堂さんとこのメンバーすごい、はい、アットホームで、はい、すごく自分の本来の声が出やすいです。ものすごくそうですか。楽しいです。はい、よかった、それは、はい、いや楽しかったです。はい、ありがとうございます。ということで、今日は、紹介していきましょうか。そしたらね、1番目、俺、社会派の俺がやりました。社会派の俺がね、まあちょっとまあなんかこう笑ってていいんかなってね、思ったりするんですよね。まあまあ、遠くのことですし、同じ国の人のことでもないんですけど、国が違うからいいんかって言ったらそうでもないしね、やっぱりね、ちょっとなんか重くのしかかってきますが、はい、ということで、皆さんもちょっとだけ真面目にね、考えてください。お願いします。で、2番目は、フレンチバルシンさんです。はい、はい、どうも、今日はありがとうございました。いや、本当に初めてこういう形でさせていただいて、なかなかちょっといろいろトラブルも全部含め、ありがとうございました。そうですね、シンさんの途中で止まってしまいましたんで、さりげなく2曲目頭から、ね、やり直しを、ね、させてもらってるんですけど、編集でうまいことを切れてないような感じで繋いでおきましょうか。お願いします。はい、はい、ということでね、いや本当に、前回ねライブハートさんでね、ドラムを叩いてたのに、今日は弾き語りで、ね、フロントってすごいですね。いやいやいや、いや本当みんなこう前でこう歌うのってすごいなって、はい、改めて、今日もいい勉強させていただきます。はい、気持ちよかったでしょう。でも、いや、まあまあ、そうですね、気持ちいいもんね。いやいやいや、はい、本当にね、もう、はい、ボーカルの特権というかというかね。はい、いや、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、そしたら、3番目はいつもの日月誠二。はい、どうぞ。いつもの日月誠二です。はい、今日はまた画像が乱れてしまいまして申し訳ございません。毎回言ってるんですけど、すみません。はい、パソコン買い替えましょう。パソコンですかね。今日はいや、いつも言ってる、ね、今日は突然のトラブルで若干どうしようもなかったんですけども、はい、これあれやね、日月チャンネルがこう投げ銭とかねできるんやったら、それでパソコン買うぞみんなよろしくって言えるんですけどね。クラファンで残念ながら1000人登録ないんで多分できない、はい、なと思います。はい、ちょっとまた、はい、練習いたしたいと思いますので、はい、そう、結構ね、会う人会う人に登録してってね、超アナログな方法で広めてます。本当はネット上でビャーっと行ったらいいんですけど ね、いいですけどね。はい、はいはい、ぜひ皆さんお友達を入れてください、ね。はい、日月チャンネルよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そしたら、4番目が中村梨沙ちゃんです。はい、まあ、さっきも喋りましたけど、はい、ありがとうございました。楽しかったです。2回目ですけど楽しかったです。はい、なんかこう自分の良さが出せる場所というか、なんかよりいいライブに、私明日もライブなんですけど、今日の気持ちをその明日につなげて、はい、まあ、ちょっと私もトラブルというかギター気合い入りすぎてちょっと今日怪我しちゃったんですけど、まあ頑張ります。はい、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。もうなんと総楽団一同曲をもらいましたからね。そうです、いけそうですか。やるよ。そうですか。もう手を加えずにそのままやるよ。ちょっと私感想ミスってるんで、はい、その辺はちょっと勝手にコード書いてください。できたらコードを送ってもらって。俺たちちょっとコード拾うの苦手なんで、俺たちかもしれない。マサさんは拾えるかもしれないですけど、ちょっと俺はコード拾うのに。キーが何でしたっけ。 G です。 G ですね、はい、はい、G です。はい、G ね。そしたら多分拾えると思います。お願いします。はい、ありがとうございます。はい、それで、最後はなんと総楽団でしたが、じゃあ松田さんどうぞ。はい、今日もご視聴ありがとうございました。そしてプラチナ食堂さんもいつも毎度毎度ありがとうございます。スタミナ定食美味しかったです。今日のキーワードは社会派かなと思ったんですけど、今日のキーワードは連鎖ですね。
あ、なるほど。ね、トラブルの連鎖ね。もう中村梨沙ちゃん包め割れる。ギター、リハーサルからちょっとね、リハーサルからもうあのまずあのギターが1個鳴らない、カラオケを半音間違えて持ってくる、もうそこでもうどうしようみたいなところから、もういいやみたいなところから、大丈夫ですよとかって言ったならみんな連鎖しちゃった。ね、なんか僕んとこ止まったっていうのも後でなんかなんで止まってんの、いや俺のせいちゃうしみたいな。いやでも結構見てくれはった人があれでバサッとこう一瞬ね、なんか5人ぐらいになったらしいって感じ。少なくなりました。あれはねちょっとなかなかね、あのすごい力やなと思いましたね、そこからまだ復活してましたからね、素晴らしいですね。皆さんどうもありがとうございます。皆さんに参加ありがとうございます。まあそんなことで、次回の、はい、幻想夜会は、はい、あ、はい、ボンさんまだ喋ってないですよ。あ、ボンさん、実は私も連鎖してまして、ピー言ってるでしょ。実はあの今日2回スティック落としたんです。知ってます。それは回してる時ですか。いや回してない時なんですよね。これがまたたまたま見たら落としてた。やっぱり連鎖やと思って。僕が抜いてる時に落とされた。しかもね、僕このモニター見てね、あ、俺落としてるって。これも連鎖かなと思います。で、あの今日リサさんとあのコラボさせてもらったあの曲、実は今日あの本番30分前にやろうか言って、ね、あの仕上がりなんでちょっと多めに見てください。よろしくお願いします。次は完璧にね。そう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 、あれちょっと練習してたんで、あの5分ぐらい遅れましたということで、あの気づいてる人いるかもしれないですけど、オープニングの俺は化粧してませんでした。はい、もうとりあえずバーッと着替えてやばいやばいって言って、でもねいい感じでねできましたからね、よかったです。はい、ということで、マサさんいいですか。もう大丈夫ですか。もう大丈夫です。はい、ありがとうございます。はい、そしたら、最後に、俺は今日、ローストビーフ丼を食べました。イエーイ。あのプラチナ食堂さんには LINE のね、あの LINE でお知らせいつも届くんですけど、今日は数量限定のローストビーフ丼1000円、それかなんかあの、セットのサラダをねプラス500円でローストビーフ今からありますか。はい、リサちゃん食べます。あ、違う。あ、おお、今悩み中です。悩み中です。あ、ちなみに聞きましょうか、マサさん何食べました。いや、もうスタミナ定食じゃないですか。もうスタミナね、いいですよね。僕はですね、ちゃんと LINE に登録しておりまして、あのここに来るときにすいませんって言って、今日の出演者なんですけども、ハラミ定食をって、なんか最近ね、なんか一回ちょっとあのなんか再入荷しますって言って、いや今日あるやろかと思って、あの事前に、いや俺ほんとめっちゃ美味しかったし、あのめっちゃ嬉しかったんですよ。写真撮りましたし。はいはいはい、ありがとうございます。僕はとんかつ食べました。美味しかったです。私まだ食べ、まだ今これからです。はい、これから食べます。はい、悩み中です。僕も注文まだしてないです。いつもね、あのリハ終わったら注文するんですけど、今日はバタついてますね。一応あのお弁当スタミナ丼とスタミナ定食、なんかオーダーどっち。スタミナ定食とあと、はい、だってあのフィッシュが乗ってるバーガーは、フィッシュは玄武ですね。玄武ですね。玄武ですね。シシンバーガー、皆さんシシンバーガーすごいですからね、あのぜひ買ってくださいね。はい、ということで、はい、次はあと何か言うことありますか。大丈夫ですか。来月はね、来月は、20日です。3月20日日曜日、また同じく夕方の5時から、やりますのでね、ぜひお願いします。出演者は、俺とセイジとナントと今調整中です。はい、そうですね。はい、あの来れるならまたよろしく。あの、まあ、見てるバンドマンの皆さんまだまだ空いてますから。はい、あのぜひ俺まで、そろそろバニラテイストで出ほしいなと思うんですけど ね、まあ、いてない人の話もあれなんですが、バニラテイストさんね、今回も前回も なんかたまたまリアルのライブの日に当たってるということでね、出てもらえなかったんですけど、はい、また K 誠司さん待ってますんでよろしくお願いします。
はい、ということでいつもの通り、グダグダな感じで、もういいですか、もう思う残すことはないですか、すよ大丈夫ですか、すはい、最後だから中村ジェスタちゃん CD 出ますかね、4月29日、はい、CD のタイトルは決まってんの、リスタートというリスタート、はいはい、何度でも立ち上がってやり直していきましょうっていう意味を込めての CD です、はい、はいはい、素晴らしい、リスタートっていう曲もあるしね、はい、あの19歳入ってます、みんな買うのでね、はい、皆さん画面の前の皆さんもぜひ買ってください、よろしくお願いします、イエーイ。ということで、今日はこの辺にしておきましょう、電脳幻想夜会ボリューム16ありがとうございました、次回お楽しみに、どうもありがとうございます、また会いましょう、また会いましょう。バイバイ、ありがとう。